どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は20代男性の方です。彼女を作りたいのですが、どういった方法で出会いがあるのか調べている最中です。女性と話すのが苦手で、マッチングアプリかお見合いサイトまで絞りましたが、どちらがおすすめでしょうかとのことですが、どう思いますか？合コンとかよりはなんかこうマッチングとかお見合いの方がさ、自分に合うタイプの人を見つけてから出会うっていう風な流れだから、話はしやすいとは思うんだ。急に会うよりは事前に情報がある程度ありますもんね。そう。ただどっちにしろ喋んなきゃいけない。そうですね。そうだから、まあ、お見合いの方は仲人さんとかそういう方とかが間をね取り持ってくれて、最初ちょっと話しやすいようにしてくれるから、話が苦手っていう意味ではお見合いの方がスムーズにことは運びやすかったりするとは思うけれども、ただね、費用はね全然違ってくるので、結婚を見据えた上での彼女なのかそうじゃないかによっても結構ね変わってくると思うんですよ。ただ彼女が作りたいだけで終わるんだったら、ちょっと費用的にはでかいかなってことですもんね。それに大体まあお見合いサイトとかだったら、相手側もねちゃんと結婚したいっていう風なさ、目的があって登録してるわけだから、それでなんかただの彼女でいいですだったらちょっとそれは失礼になってくるからね。確かに。だからまあマッチングアプリから登録してみて、話をするトレーニングとかをしていくみたいな、1対1で会うから緊張するかもしれないけど、でもいろんな人と話してってさ、こういう話の聞き方をすればいいんだなとか、こういう相槌の打ち方とか、こういう話の展開とかをしていけばいいんだなっていうのが、やっぱり相手いるかいないかで全然なんか感触が違うというか、自分一人でこう言えばいいのかな、言えばいいのかなってもんもんとしてるよりは、相手の反応を見てさ、こうトレーニングされていくわけだから、まあ、話していかないと分かんない部分ですからね、上達するのは。そう。だって美容師の接客だってやっぱり最初はよく分かんなかったけど、だんだんなんかこの話はした方がいいなとか、この話はいらないなとか、そういうのをだんだんなんか取捨選択していくわけでさ、だからそれと一緒で、とにかくなんか話せる機会をまず設けていくっていうのがね大事だと思うんですよ。だって結局結婚とかになったりにしろ、付き合うことになったにしろ、話はしなきゃいけないからさ、だからそういった意味では苦手だなっていうのはあるかもしれないけど、克服するぞという意思を持ってね、やってみてほしいなと思います。なるほど、これはいいアドバイスになったんじゃないでしょうか。じゃあこれを参考にしてみてください。じゃあこういった形で相談したい方がいらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。